On the ice, representing Russia, Oksana Grishchuk, Yevgeny Platov. さあ、ロシアグリシウク・プラートフ登場です。オリジナルダンスまで第3位、去年の世界選手権は第2位。いつもウーソワ・ジューリンの後塵を拝していますが、この場で先輩たちを破ることができるかどうか、優勝候補。アラウンザクロック、軽快に滑り出しました。曲は変わってジャズフォックストロット。さあ、残りのパート、また再び激しいテンポに変わります。オクサナ・グリシウク、エフゲニー・プラートフ、去年世界選手権で第2位、先輩の同じロシアのウーソワ・ジューリンに次いでの銀メダルでした。
上品で優雅なプログラムから今シーズンは演技の流れを新しいスタイルに変えて挑戦してきました。このカップルをナンバーワンに推したいという人は多くいます。切れ味が素晴らしく、スピードに乗って細かいステップ、女性のグリシウク22歳学生です。男性プラトフ26歳。激しい動きです。ペアと違って肩より上に上げるわけにはいきませんが、ギリギリのところ、難なくこの難しい技をこなしています。男性プラートフはこの今のグリシウクとは89年の夏からのパートナー。さあ金メダル争いはロシア同士になるのか。ウーソはジューリンを抜くことができるか。まもなく採点が出る。テクニカルメリットです。 5.9 が 1,2,3,4,5 人出ました。テクニカルメリットではウーソはジューリン組を上回っている。現在のチャンピオンのウーソはジューリン組を現在のところは上回っていますが、アーティスティックインプレッション、さあ出ます。6点もあります。ロシアのジャッジは6点を出しました。モンクラシ、この時点で逆転金メダル。ロシアグリシウク・プラートフ組、ついに世界一の座、オリンピックでの舞台で果たしました。まだ間近か、信じられないという表情が浮かんでいます。Чуковская показывает оттуда. Ну а что ж, ничего не знаю.